りょうです。本日もよろしくお願いします。はい、昨日ですね、元チェルシー選手まとめっていう動画をね、上げたんですけども、そこで、デブライネ、サラーがいたら、チェルシーは最強だったんじゃないかっていう話をね、したんですけども、ってなると、元チェルシーも合わせた最強スカットを作ったら、どうなるんかと、めちゃめちゃ気になってね、考えてみたんですよね。そしたらね、もう考えるのがもう楽しすぎて楽しすぎて、ルカクをワントップに置いたら横に誰々置いた方がいいよなとか、デブライネ誰もダブルボランチで飛ばしたんで面白いかなとか、明確になりましたので、まあそんぐらいで興奮したんですよ。まあかなり面白いことになりそうだったので、これをね、動画にしようと思って、今撮影しております。ということで、本日の動画を、最強のシールド、チェルシーオールスター勝手に考えてみたーということで、オールスター戦をチェルシーでね、させようと思いまして、2チーム作ってきました。とても11人はね、絞れねえ。22人選出して、監督まで決めてね、この2チームが対決したら、どっちが勝つんかと、マジでね、予想できない展開になりましたので、ぜひ皆さんも一緒に考えながら楽しんでいけたらなと思います。それでは、本編参りましょう。はい。本日、2チーム用意してきまして、一つね、縛りを設けてるんですけども、元チェルシーの選手かつ、今ね、現役でプレイしているサッカー選手限定っていうことにしております。なので、ランパードとか、テリーとかっていうのは入れてないです。ただ、今回、プレミアリーグの枠を飛び越えました。もうね、リーガとかセリエの選手も入ってます。元チェルシーであれば、今の現役選手だったら誰でもいいということで、そんなマジでね、マジモンの最強の22人っていうのを今回選んできましたので、まあその2チームを比べながら、監督とその戦術、このチームだったらこういう戦術がハマるだろうなっていうのと、チーム全体のバランス力、攻撃力、守備力のバランスですね。そして、選手個人の役割、だったりこの選手とこの選手の連携はこんな感じになるんじゃないかなっていうのを勝手にね考えていって予想していって、まあ、どっちのチームが強いのかと皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。発表する2チームを YouTube アンケートの方で投票したいと思ってますので、ぜひとも皆さんの意見だったりコメントっていうのを書き込んでいってください。お願いします。ということで、まずチーム1の方発表させていただきたいと思います。ゴールキーパー、エドワール・メンディー、チェルシー所属。ディフェンダー、アントニオ・リーガー、チェルシー所属。クルト・ツバ、ウェストハム所属。セサール・アスピリクエタ、チェルシー所属。ウィングバック、マルコス・アロンソ、チェルシー所属。バレンティノ・リブラメント、サウスハンプトン所属。ボランチ、ケビン・デブライネ、マンチェスター・シティ所属。ジョルジーニョ、チェルシー所属。フォワード、エデン・アザール、レアル・マドリー所属。ペドロ・ロドリゲス、ラツィオ所属。所属、ティモ・ベルナー、チェルシー所属、監督、トーマス・テール。こちらでございますよ。どうですか？今現在のチェルシーのシステムの 3-4-2-1 でやってみました。こちらがチーム1でございます。続いてね、チーム2の方発表していきたいと思います。ゴールキーパー、ティモ・クルトワ、レアル・マドリード。センターバック、アンドレアス・クリステンセン、チェルシー所属。チアゴ・シウバ、チェルシー所属。ライトバック、リース・ジェームズ、チェルシー所属。レフトバック、ベン・チルウェル、チェルシー所属。ボランチ、メイソン・マウント、チェルシー所属。エンゴロ・カンテ、チェルシー所属。デクラン・ライス、ウェストハム所属。フォワード、ウィリアン。どこだっけ、ウィリアン。ウィリアン、コリンチャスだったかな、ちょっと忘れました。ロメル・ルカク、チェルシー所属。モハメド・サラー、リバプール所属。監督、ジョゼ・モーリーニョ。はい、こちらですよ。どうですか皆さん。これね、かなりね、面白いことになってると思うんですよね。まあ、こちらは、リバプールと一緒ですね。4-3-3 っていうフォーメーションでいきました。3トップの形でございますけども。どうですか？この2チームを見比べて。いや、これね、マジでね、競ってると思うんですよね。ほんと、どっちのチームも、バランス強くね、選手の振り分けをして、攻守ともに、すごいね、拮抗したね、レベルになってると思うんですけども。はい、ということで、このね、2チームを比べていって、さっきの
の項目に当てはめていって話していきたいと思うんですけども、まずはね、監督とその戦術ですよね。チーム1の方がトーマス・トゥヘルということで、おなじみの 3-4-2-1、 昨年チャンピオンズリーグを優勝した形となっておりまして、でチーム2の方が、モーリーノですよね。もちろんこのモーリーノっていうのは当時のチェルシーで世界最強を誇った時のモーリーノ、ちょっとフォーメーションは違うんですけども、シーズン15失点に抑えた時のチェルシーっていうのをイメージして作りました。戦術としてはどちらもね、守備に重きを置く監督だと思うんですけども、トゥヘルの方は 3-4-2-1 っていうところで、3バックでしっかり深く守って、ウィングバックのところが攻撃参加の肝にもなってくるよっていう形で、チーム2の方は、センターバック2枚がめちゃくちゃ強力で相当安定感ある2人を選びまして、両ワイドには攻撃力が半端ない、そしてディフェンス力もトゥヘル側のチームに比べるとバランスに優れているチルウェル・ジェームズってところを選びました。そしてね、中盤ではトゥヘルの方はやっぱジョルジーニョ・デブライネっていうこのね、ダブルボランチっていうのがすごい鍵になってきますので、ここのプレス回避、ジョルジーニョとデブライネだったらね、どうなるんかと、これねめちゃくちゃで面白いと思うんですけども、そしてリブラメントとアロンソ、どこまでハイラインを取るのか、どっちもね攻撃的な選手ですので、ここの攻撃参加っていうのもすごい楽しみですし、モーリーのチームの方で行けば、マウント、カンテ、ライスっていうね、この3人めちゃめちゃ熱くないですか？どっちがいいですか？ジョルジーノ・デブライネとマウント、カンテ、ライス。マウント、カンテ、ライスやばくないですかね、ちょっと。当時のモーリーので言えば、カンテっていうのをアンカーに置く形、その CL 取った時はダブルボランチあったんですけども、マケレルだったりがね、このアンカーっていうのをしてたっていうところで、カンテを置いて、マウントドライスが自由に動き回ると、いやこのね、デブライネ・ジョルジーノのプレス回避&バランサーって感じと、このマウント・カンテ・ライスの攻守にわたって広範囲でね動き回って相手を撹乱するっていう、この中盤の対決はマジでね見物だと思うんですよね。すごい面白いと思うんですよね。そしてフォワード、トゥヘル・チェルシーの方はアザール、ベルナー、ペドロですよ。これちょっとねどうなるかね、想像がつかない。アザールとベルナーがどういう化学反応を起こすのかっていうのはね、すごくね興味深いんですけども、ほんとこの3枚の組み合わせっていうのはめちゃくちゃ迷ったんですよ。ルカクとアザール置くとね、ちょっとバランスが崩れるかなって思ったり、ウィリアンとペドロを入れ替えようと思ったんですけども、いやちょっとねアザールとベルナーのコンビが見てみたいっていうのと、そこに便利屋さんのペドロがいるわけですし、こっちはねもうウィリアン、ルカク、サラーっていうもうねこいつら一人で全員抜いていくんじゃねえかぐらいの、かなり強烈な子を持ったね、三人が前に並んでるんですけども、これガチャガチャしますかね。すごいみんなオラオラ系な感じがするんですけど、面白いですね、本当に。チーム全体のバランスとしては、いや、どうですか？攻撃力と守備力、どっちが強いですかね、これ。守備で言ったらやっぱチルウェル対戦、チアゴ・ジェームズ、全員現チェルシーなんですけども、この4枚ってのは本当にね、硬いんじゃないかなと思いますし、なんならね、今のチームでね、見てみたいですよね。チアゴとテンセンのコンビってのはなかったと思うんですよね。ないと思うんですよね。そしてその後ろに構えるのはクルトワですから。言うてもね、クルトワ世界屈指のキーパーですよ。今ね、メンディーがね、凄まじいセービング率見せてますけども、サイズでは勝ってますし、テンセンチアゴの超えた先にいるクルトワっていうのはね、本当に鉄壁なんじゃないかなと思いますよね。ただ、リュリガーとアスピリクエーター、このね、両ワイドは対人最強ですし、この3枚並んだ時の、本当リュリガー、ズマ、アスピっていうのはね、どこの4バックにも負けない強度とか、対人の力っていうのを持ってると思いますので、ズマが真ん中にいるとはいえど、この3人も相当硬いんじゃないかなと思うんですよ。その後ろにメンディシンが構えてますから、中盤の強度がカンテライスがいるモーリーのチームに比べて、ちょっとね、こっちが低い分、後ろ3枚で固めていこうっていう感じなんですけども、どっちが硬いですかね。守備は本当に悩ましい。攻撃力の面に関しては正直ね、ステータス的にはウィリアン・ルカク・サラ、そこにマウントがいるっていうのはねすごい強いと思うんですよ。ただアザール・ベルナー・ペドロのここの連携って
ってのはね、これウィリアン・ルカク・サラーに負けないくらいの、なんか面白いことしてきそうな気がしますよね。その個の力ってのは劣ると思うんですけども、まあアザールはね、もちろん一番個は強いと思いますし、フェルナーが流れて、まあアザールがね、ゼロトップみたいな形でもいいですし、まあペドロがね、ゼロトップみたいな形でもいけると思いますし、まあこの3人が流動的に動き回って、アロンソ・リブラメントが木を見て攻撃参加してくる。そしてデブライネが後ろに構えてミドルシュートも打てると。うわーこれちょっとどっちが強いかな攻撃。マジで微妙なところですよね、本当に。これマジで見てみたいな。オールスターしてくれないかな、まあ、そして、ね、気づいた方いると思うんですけども、クメルチェルシーはアスピリケイトをキャプテンにしてますけども、モーリーのチェルシーの方はね、マウントはね、キャプテンにしてるんですよ。これもね、すごくポイントです。このメンバーでマウントがキャプテンマーク巻いたらかなり熱いよな。まあ、あとね、セットプレーも大事っすよ。このトゥヘル・チェルシーの方は、まあ、フリーキックになったら、アロンソ・デブライネいますと。これはかなり強力ですよね。もう、フリーキック取ったら、アロンソ・デブライネが並んでるんですよ、ここに。これは入る気しかしねえ。コーナーはね、デブライネが蹴ると思いますし、やっぱね、PK になった時は、職人のジョルジーニョさんがいるわけですから、こっちは結構ね、プレスキックとか、セットプレーっていうのはマジでね、強いと思うんですよね。あ、でも、あ、サイズがちっちゃいな。あ、でもズマがいるか。リュディガー、ズマ、アロンソいるんで、まあ、サイズも十分にあり得ると。まあ、空中戦最強のズマがいますし、まあ、キックはデブラインなんで、まあ、セットプレー直接じゃなくて合わせるクロスってのもかなりね、脅威ですね、こっちの方が。で、モーリーのチェルシーの方では、まあ、プレースキックを蹴るのはね、ウィリアンでしょうね。まあ、ウィリアンが、フリーキックは直接はウィリアンが蹴ると思いますし、クロスに合わせるのは、まあ、チアゴシルバ、テンセン、ルカク、ライスか、キワードですね。これどっちもあり得るな。ただちょっとズマの身体能力ってところがやっぱズバ抜けてるかな、この中で見ても。あとモーリーのチェルシーの方はこの4バックだとチアゴとテンセンがねかなりフィード上手いんで、ジェームズとチルウェイがリバプールみたいにねハイラインを取れると思うんですよ。その戦術も見てみたい。あーでもシティみたいにチルウェイが偽サイドバックしてテンセン、チアゴ、ジェームズの3枚の形で後ろ並ぶってのも面白そうだな。そしてカンテ、マウント、ライス、チルウェイで中盤作って、あーそれもありっすね。ちょっと話したいことが渋滞すぎてうまく喋れてないような気がするんですけどとにかくね熱いっすね、興奮しますね。まあ、このメンバーで両者でね対決したらどっちが強いかっていうのは本当に微妙なところだと思うんですけども、カップ戦とかリーグ戦でそれぞれが1チームとして戦うのであったら、微妙すぎる。いやーちょっとやっぱ右の方が強いか。デブライネとアザールがいてもこのモーリーのチェルシーの方がやっぱバランス的に良くて安定しそう。そして破壊力も十分にあると。結構後ろ固まってて前がね暴れる感じなんでちょっと強いかもしれないですね、こっち。まあ、ただねチーム1の方が監督がトゥヘルなんで、どんな戦術使っていくかっていうのはねすごいわかんない、楽しみなんですよね。言うてもモーリーニョってのは固く守ってカウンター一強のチームだったので、まあ、そこの違いってのもありそうですし、まあ、リーグ戦になったら並びを変えつつ選手も入れ替わってトゥヘル・チェルシーがなんだかんだ安定しそうな気もしますね。本当にこれはわかんねえ、選べねえ。ということで、まあ、どちらが強いのかそれをね皆さんに決めていただきたいと思います。もうね選べねえ、僕じゃね選べないです。この動画が出た後にタイムラインでね YouTube アンケートの方が流れると思いますので、まあ、そちらの方でモーリーニョチームとトゥヘルチームどちらが強いかっていうのを投票でぜひともよろしくお願いします。まあね今回2チームにしたわけなんですけども、僕はね11人のベスト11に絞り切ることができませんでした。これね無理です、もう無理っしょ。なのでぜひ皆さんの思うベスト11コメントで書いていってくれたらねすごい嬉しいです。ちょっと11人書くのめんどくさいかもしれないんですけども、まあ今回ねこの22人を選んだわけなんですけども、本当はねもっとね選びたい選手いっぱいいたんですよ。3チーム目作ろうと思ったんですけども、ちょっとねセンターバックのところが足りなくなっちゃったんで、まあ作れなかったんですけども、まあやっぱセンターフォワードのところはジルーとかエイブラハムとかすごいね入れたかった気持ちもあるんですけども、まあちょっと今回はこのメンバーだったね。僕ねウィリアン、ペドロ、アザールすごい好きなんですよ。すごい好きだったんですよ当時のチェルシーで。まあなんで今回のこの3人
人を選んで、まあ彼らはね、ユーティリティ性ありますし、まあセンターフォワードじゃないっていうところで、ベルナーとルカクをワントップに採用させていただきまして、まああとハワーツだったり、まあ、マウントをね、一列前に上げて、まあそこにセスクをボランチに入れようかなとも思ったり、リブラメントのところにダンプティとかね、ウィングバックできますし、あとね、クアドラードとかも考えたんですよ。で、左の方にはトルガーザール入れて、これ最初、ベルギーチェルシーっていう名前にして、クルトワ、デブライネ、トルガーザール、エデアザール、ルカクっていうのを一緒に入れるのもね、すっげー面白いなと思ったんですけど、ちょっとそれだとね、バランスが崩壊しちゃうんで、そっちがね、強くなりすぎちゃうんで、まあ2つに分けたっていうことなんですけども、まあ後で言ったら、まあコバッチとか、ロフタスチークも入れたかったかな。まあ、本当にチェルシーは選手が豊富で、今ね、現在でも離れていってる選手でもね、活躍してる選手がね、すごく多いですので、まあ、今後、今日みたいなオールスターだけじゃなくて、歴代最強ベスト11だったり、またね、いろんな企画っていうのもやっていきたいと思いますし、皆さんがね、ぜひともリクエストしてください。リクエストしてくれればすぐね、やりますので、こんな企画面白いんじゃないかとか、チェルシーでこういうメンバーが見たいっていうのをね、ぜひともね、教えてください。お願いします。という感じで、今回はチェルシーオールスターズ勝手に考えていきました。いやー、めちゃめちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ面白かったですね。今日の動画面白かったよって方は、グッドボタンお願いします。今後もこういったチェルシープレミアリーグをもっともっと楽しめる動画を上げていきますので、現在、毎日投稿中です。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは概要欄から TikTok、Twitter もフォローしていってください。それでは、バイバイ。